演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、本日の夕食はこちらで、この高田豚骨ラーメンを食べてみたいと思います。なんか書いてありますね。なんかこの辺やってたんですかね。これは大事なことですかね。来ましたね。あと餃子も来るみたいですが、そんなの待ってるとラーメン伸びちゃいますよね。というわけでもういただいちゃいます。硬めの麺にしてもらったのですが、その硬い麺にしっかりとしたスープの味、でも豚骨なんですけどあっさりしてる、そんな味でしたね。本当すごいです。これは開けて、そうこうしてる間に餃子が到着しましたので、こちらにちょっとタレをつけて、2つはさっきつけないで、そのまま2つはつけていただきます。餃子は外側パリッと、中はふんわりとしたあっさりとした味わいでしたね。で、明太子ご飯は明太子を崩してご飯に混ぜると明太子のピリッとした刺激がご飯にうまく絡んで食欲を誘ってくれます。そしてラーメンのスープ、これも見た目ごそうなんですけど、実は飲んでみると案外そうでもなくて、本当に豚骨の旨味だけをうまく引き出してますね。これはやっぱり辛みの良い麺が合うんでしょうね。本当に文句なしでした。でもラーメンってそんなに食べないんですけど、どうしても個性が同じに見えてしまうので、これは本当に個性的でしたね。福岡ラーメンとそういうのも納得できました。というわけでこちらのご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。